はい、不得意分野はね、結構吉谷さんも攻略してきたと思います。まあ今考えると吉谷さんって人の商品とか人を紹介するのってすごく上手ですよね。なんかね、マトリックスアフィリエイトっていうのを紹介してて、私買いましたからね、やられたと思いましたね。で、吉谷さんの商品買うかって言ったら、私今買ってないですからね。人の商品勧めるのむちゃくちゃと得意ですよ。で、今は多分自分の商品を売るのを得意分野にしようとしてるのかなとかね、思って、まあ結局マトリックスアフィリエイトをね、蒸し返したいだけというね、これね、多分死ぬまで言いますよ、多分。ざまあみろって感じですよね、もうね。はい、それでですね、イノベーションっていうことがあるんですよ。インターネットを使って私たちは苦手分野を得意にする、そのイノベーションを起こすことができるんですよ。例えば人前で話すことが苦手な方でも YouTube でアウトプットしているとだんだん上手になってくるんですよ。でも YouTube で情報発信するって人前で喋ってないですよね。カメラがそこにあるだけですよ、カメラが。人いないんですよ。でも人前で喋ることが上手になっていくんですよ。で、このいい例がね、今政治の世界で起きてるんですよ。令和新選組ってありますよね。山本太郎さんっていうのはタレントとして18歳ぐらいからだったかな、デビューして、16歳かデビューして、ずっと人前で演じるってことをやってきましたから上手なのは分かりますけども、基本的にメディアに取り上げられなかったんで、 YouTube しか発信媒体がなかったんですよ。で、山本太郎さんって役者としてね、申し訳ないですけども有名な方ではないと思います。脇役で出てるばっかりだったんで、何かね、冠番組があるかって別になかったんですよ。脇役として割と有名であったと思いますけども、主人公ではなかったと思いますよね。ちなみに南の帝王でもなんか出てましたよね。なんかこう子分役で、弟子役で、舎弟役か。で、次ですけども、N 国ですよね。 NHK から国民を守ると、これもね、 YouTube だけでやってきましたからね。 YouTube で人の心を動かしてお金と人を集めてきたっていうね。なんかテレビメディアを使って人工的に作り上げた広告収入とか、人工的に作り上げた不動票っていうんですかね、組織票ではないんですよ。メディアが持ち上げて、もういろんな方がね、この人がいい、この人がいいって画面の中でプレゼンして、それで成り立つものではなくって、 YouTube っていうのは基本的に国民の視聴者さんがね、もうリアルに動いてますから、民意が最も反映される場面だと思うんですよ。で、今回私が驚いたのは、ここに3つ目の YouTuber が出てきてるんですよ。これがね、増沢内閣のマッスンっていう方です。もともとはアムウェイにずっといらっしゃって、アムウェイのね、なんかこう強引な手法とかをどん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 ね、こう、明かしてくれたって方なんですけども、たまにね、やっぱりビジネス的な視点とかものの考え方とか、すごく勉強になることを言われてて、私も結構好きで見てたんですよ。ちょうどね、何ですか、格好が寅さんの格好してやってるところにもものすごく親近感があったんですよね。増沢内閣のまっすんですとかね、ごめんなすってみたいな合言葉があるんですけども、この方が東大の法学部卒業していて YouTuber やってるっていうね、結構珍しい例なんですけども、この方が NHK から国民を守る党に入って衆議院選に出るらしいんですよ。いや、これは嬉しかったですね。YouTube を生業としてる人が集まって、ついにね、国民の意思を、民意をですね、国政に持っていこうとしてるんですよ。こんなにね、裏表のないような政権というのはないんじゃないかなと思うんですよね。で、自分で起きたこと全て、裏側も表側も全て YouTube で発信してますから、マスコミの忖度が働かないんですよ。大企業にも左右されてないんですよ。素晴らしいなと思います。で、今回ね、思ったのが、この改めてなんですけども、国民主権ってやつです。この国では法律が一番強いのかなと思ったら、そうではなくって、法律の上に憲法っていうのがあるんですよね。国が我々国民に約束しているもの、それが憲法なんですけども、なんとね、憲法より強いものがあるんですよ。それが何かっていうと、民意だそうなんですよ。国民主権ですから、考えてみればそうですよね。この国っていうのは一部の権力者が動かしているように見えますけども、本来は国民の意思が最優先されるんですよね。そういったこともだんだん分かってきた、この年になって分かってきたのはすごく広いものだったなと思います。まさにね、 YouTube ってもの、そして私も速稼塾というコミュニティでやってますけども、今いろんなね、今インターネットでコミュニティがありますけども、じゃあこれはどんなコンプライアンスで動いてるのかなと思ったら、一般企業のコンプライアンスではないんですよね。だって私はこうやって深夜でも動画を発信しますし、それから早朝でもやりますし、旅先でもやるんですよ。だから24時間355日一生一生ね、ビジネスしてるっていうかね、労働に組みしてるようなもんなんですよ、考え方によっては。でも、今まで伝統的に行われてきた労働と違うのは、やらされてないってところなんですよね。自発的なんですよ、全てが。で、やりたくない時はやってないんですよ。で、やりたくない時があんまりないからやってるんですよね。
こう考えていくと最高の民意が反映されている私は生き方をしていると思いますし、こういう国民がもっともっと増やしてもいいんだ、増えていってもいいんだってことですね。であと大事なのはこの民意をやっぱりね守ってくれるようなそんな組織もたまに必要だったりするんですよ。民意を無視してね、NHK の番組見てない人からも放送料をぶんだくるみたいなね、そんなことが問題になってるっていうふうに私も今回知ったんですよね。私は基本的に NHK がそんな嫌いではないんで、しかも金額も安いと思ってますんで全然払いますけども、ただねやっぱり中には NHK に興味がない方とかいるわけですよね。 NHK が嫌いな方とか、商品を受け取ってない方ですよね。そういう方に対しても徴収するのはどうかなと思います。まあここでね私が知ったのは放送法っていうのがあって、基本的にはテレビを買った段階で、ワンセグの携帯を買った段階で、それは NHK と契約をしなさいっていう義務があるそうなんですよ。これは違反しちゃダメなんで、絶対に契約しないといけないんですよね。これは法律で決まってるんですよ。放送法ですから。で、肝心なのは次なんですよ。NHK に対してお金を払う契約をするかどうかっていうのは、これは法律じゃないんですよ。民間契約なんですよね。だから NHK にお金を払う権利もあれば、NHK にお金を払わない権利もあると。もう一個言うとね、NHK に対して減額を要求する権利もあるんですよ。で、普通の商取引ですからね。そう考えてみたら確かになと。なぜかね、法律によって NHK にお金を払うことが決められているみたいな先入観が私たちありますけども、じゃあ NHK の放送料が毎月1000円とか2000円ならいいですよ。毎月10万円になりましたって言っても法律で払わないといけないのかってことですよね。だって NHK は放送の料金を言ってみればね、決める権利を持ってるわけですよ。怖いですよね、これを誤解すると。絶対に払わなくちゃいけないってことになると、もう税金ですからね、これは絶対にってことになると。だから支払いに関しては、こういうふうに民意が反映されてるんだなっていうふうに感じておりますよね。まあそんなことがいろいろあってね、放送には影響力があると、影響力があるこの YouTube っていうのを活用していきましょうってことなんですけども、私たちはやっぱり民意をね、発信する場所としてこの YouTube っていうのを与えられてますから、不得意分野かもしれませんけども、切り込んでいってね、不得意を得意にすることで自分の人生が、嫌な人生が素晴らしい人生になると。これもだから人生苦手な人が人生得意になるってところにつながるんじゃないかなと思います。